突如現れたヒカキン超え YouTube チャンネル、謎すぎるということを見てきたと思います。皆さんは恋愛トトというね、YouTube チャンネルを知ってるでしょうか？こちらのチャンネルですね。恋愛トト、総合1000万チャンネル、インフルエンサー、企画、宣伝、コラボ OK というチャンネルなんですが、この YouTube チャンネルの登録者数、こちらですね、1130万人ということで、現在1100万人のヒカキンさんの登録者数を若干上回っているというチャンネルなんですね。しかしこちらのチャンネル、今までほとんどの人が知らなかったということで、一体誰なんだ、謎すぎるとね、一部で話題になっているんですが、さらにこの恋愛トトさん、他にもね、 YouTube のチャンネルがあるということで、こちらですね、恋愛トト、恋愛系 YouTuber、 こちらのチャンネルは150万人ですね。だったり、人気ライバーになれる恋愛トトのライブ事務所チャンネル、 TikTok うんちょく、こちらも70万人以上。さらに恋バナ保管庫恋愛トトチャンネルだったり、スピリチュアルポエムトトチャンネルもあって、こちらもね、10万人前後の登録者がいるんですが、まあ、この1130万人のね、チャンネルが登録者が一番多いとはいえ、他のチャンネルもなかなか登録者がいるぞという登録者数で、さらに投稿されている動画の再生回数ですね、こちらは約150万人の恋愛トト、恋愛系 YouTuber のチャンネルなんですが、まあ、何十万再生されていて、まあ、中にはね、100万再生超えの動画もあったりして、しっかり再生数もあるんですね。さらに1130万人のチャンネルは、こちらですね、動画が3本しかないぞという驚きとね、あ、でも100万超えの動画もちゃんとある。そういった感じで、動画もね、ちゃんと再生されているんですね。もうここまででもね、かなり謎だと思うんですが、さらにこのトトさん、他のね、SNS もやっていて、こちらですね、TikTok ですね。こちらがフォロワー数16万人。さらにインスタグラムですね、こちらはフォロワー数600万人以上ですね。さらにツイッターはフォロワー数3700人なんですが、まあ、特にインスタグラムですね、インスタのフォロワーもむちゃくちゃ多いやんというね、フォロワー数ですね。さらにインスタに投稿されている動画を見ると、 DJ 社長ですね、レペゼンの DJ 社長がトトさん誕生日おめでとうとね、このトトさんの誕生日を祝う動画だったり、他のインフルエンサーもこのトトさんのことをね、トトニーだったりと呼んで誕生日を祝う動画が挙げられていて、そういうインフルエンサーとつながりがあることがわかる動画もね、挙げているんですね。といった感じで、この恋愛トトさん、フォロワー数とか登録者数はむちゃむちゃすごいけど、全く知らないぞということで話題に、ね、なっているんですね。で、やはりこういう時にね、言われるのが、チャンネル登録者数を買ってるんじゃないかということがね、言われているんですが、このトトさんの1130万人のチャンネルの概要欄を見てみると、こちらですね、海外でソーシャルメディアマーケットを展開している恋愛トトこと、トトですといった感じで自己紹介をしていて、海外、特に東アジアではこの業界で日本人では一番の知名度と言っていただいてますとのことだそうですね。さらに、このチャンネルはトトが手掛けているものの一つ、 YouTube の SEO、 SEO っていうのがサーチエンジンオプティマイゼーション、検索エンジン最適化のことだそうで、まあ、検索エンジンであるキーワードを検索した際に、特定のウェブサイトを検索結果の上位や目立つ場所に表示させるための施策のことだそうで、 YouTube の SEO、 YSO、 過去 YSO 対策をしていた数多いチャンネルの一つです。ちなみに買うお金なんてないです、汗、数億などの相場なので、とのことで、このチャンネルをね、買っているわけではないそうですね。さらにこちらですね、ただ YouTube はチャンネルの売買を認めております。他の SNS と違い、再生収益が権利になるので権利譲渡として認められています。トトはそんなお金あったら他に使いますが、認められてはいます。友人がチャンネルをくれたのは、仕事がうまくいきだしたのでトトのおかげで、このチャンネルトトなら任せられるとインドのとある界隈では有名な友に譲ってもらいました、とのことで、インドの友人からチャンネルをね、譲り受けたそうです。さらにインスタもね、フォロワー数600万人以上いましたが、インスタもそうですが、本当にたくさんいる世界の大企業や友が応援してくれているので大きくなってるだけです、とのことですね。まあ、そんな中、ツイッターのフォロワーが少なかったのは、ツイッターはリアルなつながりだけでやっておりますというね、理由だからだそうです。まあ、本当かどうかはね、わかりませんが、この概要欄によると、チャンネルは買ったわけではなく、有名なインドの友人から譲り受けたそうで、で、このチャンネルもトトさんがね、もともと SEO 対策をしていたチャンネルの一つらしいですね。ちなみに、ノックスインフルエンサーという、まあ、YouTube のチャンネルだったりのデータを見れるサイトによると、まあ、このサイトに載ってるデータが正しいとして、このトトさんの1000万のチャンネル登録者の推移がこちらですね、2022年の
7月末までは登録者いなかったんですが、そこから8月の5日あたりまでで、もう一気にゼロから1130万人に到達していますね。で、そこからまた急に横ばいになるという、ね、変化を示していて、なんか怪しくないかと思うんですが、まあ本当にインドの人から譲り受けてるんだとしたら、もう約1週間程度で登録者数1000万人ということで、もうどれだけすげえんだその人ということになりますね。まあインドはね、人口が多いんで、日本よりは簡単に1000万人いけるのかもしれませんが、概要欄さらにこちらですね。友が名前をつけて国籍を日本にしたものだからいきなり現れてしまいましたということで、まあ、どうやらチャンネルの国籍をいきなり日本にしてしまったから、もういきなり現れたように見えてしまったとのことだそうですね。で、グローバルなチャンネルなので日本人の方は1割から3割程度の登録者様と思われますと言っていて、まあ、確かに動画のコメント欄を見てみても結構英語だったりね、外国の人が多いのかなといったコメントも見られて、まあ、でも日本語のコメントも結構あるといった感じでしたね。ちなみにこちらの1000万のチャンネルの動画、恋愛とど、速度下げて視聴してください。突如現れた理由、&インフルエンサーとの交流、最初から説明させていただきます。という動画の評価数ですね、いいね数とバッド数を見てみると、まあバッド数は Google Chrome の拡張機能を使ったあくまで目安の数字なんですが、グッドが10万、バッドが17万ですね。まあ、この動画140万再生ぐらいで、同じ再生回数ぐらいのヒカキンさんとかの動画見たんですが、まあグッドが4万とかだったんで、この動画のグッド10万の割合もかなり高いと思うんですが、まあそれ以上に、まああくまで目安ですが、バッドの割合もかなり高いということになりますね。さらにチャンネル概要欄、思い切り拡散力だけがございますので、日本の YouTube、YouTuber さんたちともども、YouTube 界を盛り上げていければと思っております。長い文章をお読みくださりありがとうございます。ありがとう、と書いてるんですが、まあ概要欄をね、読んだだけでは、本当にそんなチャンネルもらえるの?と思ったり、なんか怪しいなと思うんですが、まあ真実はわからない。ということで、まあ、このね、1130万人の恋愛トトチャンネルを、ちょっと動画のね、ネタにしてみようかなと思い、一応ね、トトさんに Twitter の DM で動画にしてもいいですかと聞いたんですが、すると返信をいただき、通話をね、することになったんですね。まあ、僕もね、一応46万人チャンネル登録者いますが、もう1000万人に比べたら弱小なのに、そんな奴と電話してくれるんだと思って、まあ、無礼がないようにしないとなと思い、電話をね、かけたんですが、まあ、トトさんのね、第一声が僕の声を聞いて、女性じゃなかったんだ、とおっしゃって、あ、やばい、男じゃダメだったかなと思ったんですが、まあ、ちゃんとね、お話をしていただけましたね。一応ね、普段より可愛い声で電話をね、しました。で、やはりね、気になってることを聞いてみたんですが、概要欄にはああやって書いてましたが、本当は登録者だったり、再生回数だったり、買ってるんですかとね、無礼な質問をしたんですが、まあ、トトさんによると、まあ、概要欄にもね、書いていたんですが、インドの有名な友人から譲り受けたそうで、そのインドの友人って誰ですかと聞いたところ、まあ、はっきりとはね、教えてくれなかったんですが、調べたら出てくるかもね、だったり、別のチャンネルの150万人の YouTube チャンネルですね。このチャンネルはちなみに、ラッパーの方から譲り受けたとおっしゃっていました。まあ、さらにソーシャルメディアマーケティングとして、海外のネットのフリーリンク、まあ、リンクを貼れる場所ですね、に、トトさんがリンクを貼れば、トトさん、概要欄にも書いてたんですが、海外では有名だそうで、みんながね、あ、トトだ、と言って見に来てくれるそうで、だから再生数だったりね、フォロワー数も多い、とおっしゃっていました。まあ、さらに、ソーシャルメディアマーケティングをやっていて、まあ、そうしたね、関係者の人ともつながりがある、ともおっしゃっていて、まあ、Google だったりがそういうね、YouTube の登録者を買って増やす、みたいな業者を、もう本気を出して取り締まれば、そういう業者はね、何もできなくなる。けど、まあ、例えば企業アカウントだったりが、たまにね、フォロワーだったりを買うから、本気で規制はしていない。けど、たまに見せしめで規制をすることはある。という話もね、おっしゃっていました。まあ、電話中もね、ちょっと信じるか信じないかは的な話になってきたなとは思っていたんですが、まあ、たくさんね、話をしていただいて、まあ、他にもね、DJ 社長とはいつからお友達なんですかと聞いたところ、DJ 社長は友達というか親友というね、回答をいただきました。他にも、投稿してる YouTube の動画のコメント欄で、このように、同じ人が複数のコメントを連続で投稿しているという人がたくさんいて、これが桜っぽいと言われていますが、と聞いたんですが、それに対し、トトを知ってくれてる人が盛り上げようとしてくれてるんだと思う、とね、回答していただきました。まあ、他には、まあ、1000万人チャンネルの動画ね、現在3本しか公開されていないんですが、チャンネルを譲り受けた際に、インドの友人の動画は非公開にした、とのことで、さらにトトさんの動画、編集技術が一部で前衛的すぎると話題になっているんですが、編集は自身の会社の編集する人だったりに任せているそうです。まあ、といった感じで、まあ、電話したんですがね、皆さんが
聞きたそうなワードは引き出せなかったかもしれないんですが、まあ、トトさんのねプロフィールも教えていただいて、年齢は40歳前後だそうで、バツ1だそうです。正確にはバツ2だけど、同じ人と2回別れたとのことで、3人の子供がいらっしゃるそうです。で、子供は別居中だそうなんですが、息子は国防に関わるお仕事をしているそうで、まあ、そこからね政治家の方だったりとのつながりもあるそうです。ちなみに女性をね紹介してくださいと言っていたので、トトさんのことがね気になる女性は連絡してみてはいかがでしょうか。さらに、お金持ちですかと聞いたところ、一般の人に比べたらお金持ちとのことで、ひろゆきさんだったりホリエモンさんよりは下とおっしゃっていました。まあ、僕はねバカなんで、お金持ちは1億円だろということで、貯金は1億円以上ですかと聞いたところ、今はないとのことで、今年中には行くかもともねおっしゃっていました。ちなみに YouTube のチャンネルは収益化していないそうですね。まあ、そこまでね YouTuber だったりお金のためにやってるんではないということですかね。さらにトトさん、どうやらアメーバのアメブロで人気だそうで、この人アメブロで見たことあるという声もね Twitter だったりであったんですが、まあ、電話中にねハッシュタグトト F で調べてみてくださいと言われて調べたところ、まあ、アメーバのブログのトトさんに対する記事が5000件以上出てきて、まあ確かに定期的にねトトさんに対する記事が投稿されていますね。まあ、全部はね確認していないんで、気になった方はね確認してみてはいかがでしょうか。ちなみにこのアイコンのカエルですね、これはアメブロ時代から使っているそうで、なぜカエルかというと目立つからだそうです。さらに以前は建築関係の経営のお仕事をされていたそうで、他にも心理カウンセラーだったり、若い時にはホスト系のお仕事もされていたとおっしゃっていました。まあ、現在は心得エンターテインメントという会社の代表で、まあ、SNS マーケティングの会社ですかね。で、現在の生活リズムはもう日によってバラバラだそうです。さらに他にもテレビ朝日の池上彰さんの大晦日の番組に出演依頼が来たそうで、その依頼を断っただったり、爆笑問題さんの番組も断った武勇伝も聞かせていただきましたといった感じでね、まあ、楽しくお話ししていただいたんですが、まあ、質問に対する回答としてはおおむねね YouTube の概要欄に書いていた内容と同じような内容といった感じでしたね。まあ、まだね謎が残るなといった感じなんですが、まあ、僕もね別に喧嘩越しで謎を暴いてやるといった感じで電話したわけではないんで、まあ、認識というか判断は皆さんにねお任せします。まあ、トトさんもね結構話してくれそうな人だったんで、より詳しく知りたい人はもうトトさんにね聞いてみたら、もしかしたら教えてくれるかもしれません。まあ、トトさんもね今後何か活動もねされるということで、まあ、そこでね自分の口から説明されるかもしれませんし、まあ、謎はね謎のままの方がいいのかもしれませんね。ということで、突如現れたねヒカキン超え YouTube チャンネルなんですが、もう今後ねどうなっていくんでしょうね。もうとりあえずヒカキンさんを超えたい方はインド人のね友人を作りましょう。以上です。